ギー、どうしたの？たった今、食後の陣地で動きが。やっと動いたか。いえ、それが。どうしたの？軍事行動というものではなく、何か混乱しているようなのです。混乱？は、状況を把握するため、リテンとウキンの二人を魅力偵察に出しました。お付け商法が届くかと思います。そう、良い采配ね、ご苦労様。は、シューラン、ケイファたちを呼んでくれる？よい。シュンラン、今の状況に対するあなたの意見は？は、敵はいよいよ決戦を挑んでくるかと、と言いたいところですが、残念ながらこの状況下において決戦を望むほどバカな将は食後にはいないでしょう。とすれば、この混乱した状況は食後においても不測の事態と言えるのかもしれません。不測の事態か。李修郎と福龍の二人に不測というものがあるのかどうか。カリン様、影に怯えてはいけませんよ。え？え？また私は変なことを言ってしまいましたか？いいえ、あなたのおかげで目が覚めたわ。ありがとう、シュンラン。ん？はい。カリン様、お呼びによりはせ参じました。みんな揃っているわね。状況は把握しているかしら。御身のおそばに至る前に、リテン、ウキンの二人より報告を受けました。食後陣地の混乱は、どうやら将の脱走が原因のようですね。将が脱走？御意、状況の不利を悟り、義に下るために脱走したようです。脱走とはな。しかし誰だ、その脱走したというふぬけた将は。正確にはまだわかりませんが、船に掲げられた旗印から見て御所を郊外かと。何？郊外といえば御の縮小じゃないか。そう、歴戦の有志にして御の縮小。カリン様、この脱走騒ぎ、何か裏があると見るべきです。私もそのように思います。保留ですね。保留？はい、最作からの情報では、この大都督周遊と郊外の二人が軍議の途中激しく口論したとのことでした。郊外の性格は豪快にして適当吹き、いくら大軍師周遊とはいえ所詮文官。その文官に罵倒されれば兵を率いて離反するぐらいのことやってのけることのできる人物でしょう。ただし、ケンファちゃんやリンちゃんの推測を否定するわけではありません。なので保留ですね。ふん。考えるまでもないでしょう。郊外の降伏など何かしらの策略処理するのが得策です。いいえ、結論はまだ出さないわ。ふん。郊外が降伏するというのならば、一度話がしたい。謁見の準備をしておきなさい。カリン様、それは危険です。
レイファの言う通りです。うかつすぎます。フー、準備などするなよ。二人とも少し落ち着いてほしいものです。謁見し人となりを見なければ真意は見抜けません。また下ってきた将の言い分も聞かずに処理してしまっては覇王としての評判が地に落ちるのです。そういうことよ。ケイファ、リン、もはやこれ以上の抗弁は必要ない。はでは謁見の準備をします。カリン様のおそばには常にキーちゃんとルルちゃんを控えさせておいてくださいね。釣れたか。よし、我らは全力で葬儀の陣営に駆け込むぞ。あらら、葬儀の舞台が動いちゃいましたね。では皆さん、サクッと交代しちゃいましょう。でもノン様、目の前に郊外様がいらっしゃるのに。郊外様は呉を裏切り葬儀に着いちゃいました。仕方ないことですね。そんな、私たちはここで兵を減らすわけにはいきません。さっさと交代しましょう。はあ。では皆さん、怪我した人の手当てをしながら交代しましょう。はっ。郊外様、ちょんちょん。うん、アーセちゃんはもう少し視野を広く持った方がいいですね。どういうことでしょう。視野が広ければ余計な心配をしなくて済むってことです。うん、私たちの舞台に死人は出ましたか。え、ああ、出てませんよね。さすが郊外様、気持ち悪いぐらい兵を鍛えてますよね。でも死人が出てないってその意味は。さてさて、それは本陣に戻ってからのお楽しみですよ。じゃ、さっさと戻りましょう。あ、はい。お前が郊外か。そうだ。義の覇王曹操殿、降伏を受け入れてくれて感謝する。構わない。有能な人材を失うのは天の損失。しかし郊外よ、なぜ降伏を選んだ。誇りのために。文官風情に罵倒されて黙っていられるか。それだけか。それだけとは異なことを言う。武を生業にし、武に生きる者にとって誇りこそ己の証明、よって立つ大地のようなもの。その誇りを汚されてなぜ尽くせる。なぜ戦えるの。義武の体験よ。うん、よくわかるぞその気持ち。であろう。そういうことだ。なるほどね。
その弦、信じましょう。では郊外よ、この私に何を捧げる？我が弓と我が弓がもたらす全ての産物を、そう猛徳に捧げよう。郊外。はっ。前線に赴き、対五線の最前衛で指揮を取れ。その真意、背中で語ってみせろ。御意。よろしいので。私は覇王、何かを企む者がいたとてそれを拒むことはできないわ。世間に対し天に対し常に己の能力を誇示し、器量を見せつける、それが覇王というものよ。御意。そしてその覇王にまつわる匙を処理するのは我ら家臣の役目、そう考えておいて構わないのですね。波動を共に歩むあなたなら分かってくれていると信じているわ。はっ。では私とアネジャの二人で前線を固めます。カリン様は本陣後方にて指揮をお願いします。分かったわ。天は気まぐれよ、気をつけなさい、シューラン。ありがたきお言葉。ではたとえ何があったとしても波動を選んだ私には突き進むしか方法はない。天は我が身に何をもたらすのか。